にちは、墓地買取応援団団長です。毎週1ワードずつ時計の基礎知識、基礎用語をお伝えしていくコーナー、第9回目の今日はベルト、レザー編です。時計を腕に巻きつけるためのパーツ、ベルト。腕時計はかつて小型飛行機のパイロットが懐中時計に革や布の紐をくくりつけ、それを手首に巻いたことが起源です。手に巻かない限り腕時計ではない。ベルトがあることによって腕時計というものが成立しています。物理的に絶対に欠かせないパーツです。それと同時にベルトは時計の見た目にも大きく関わっています。実は文字盤側よりもベルト側の方が人の目に触れる面積が大きい。ゆえにベルトの素材やデザインはフェイスデザインと同じぐらい時計の印象を左右するものなんです。この動画では数ある腕時計のベルトの中からレザー製のものに絞ってご紹介していきます。レザーベルトの特徴、物理的なメリット、デメリット、そしてデザインについて解説していきたいと思います。本日も最後までお楽しみいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずはベルトの素材についてですね。レザー以外のものも含めてどんなものがあるのかざっくり見ていきましょう。高級ブランドで使用されるベルトの素材、大きくはこの5パターンがあります。共通して求められる物理的機能は一言で言うと丈夫であること。引っ張られた時にちぎれないか、ぶつけた時に割れないか、摩耗に強いかなど、あとは防水時計に使う場合は水への耐性も必要です。高級時計ではこれらの基準が高く設定されており、それをクリアできる素材のみがベルトに用いられます。それぞれに特徴、そしてメリット、デメリットがあります。表でまとめていますのでこちらでチェックしてみましょう。まずレザー、今回ご紹介するものですね、革製のもののことを言います。ドレスモデルやパイロットモデルに多く使われる素材ですね。こちら見ていただければ分かる通り強度はいいんですが、耐水性、耐熱性、耐摩耗性、このあたりは他の素材よりも劣る傾向があります。あとはですね、メタルとかセラミックに比べると重量が軽いというのも大きな特徴ですね。その他の素材に関してはベルト何々編という形でまた続編でお送りしていきたいと思います。はい、ということでこの中から今回お話ししていくのはレザーベルトですね。牛革やワニ革を使用したベルトです。レザーベルトは親美性が高く、スーツやシャツなどきちんとした服装と相性が良いことからドレスウォッチで多く使われる仕様です。スーツスタイルに金属ベルトの時計という組み合わせも決して合わなくはないのですが、レザーベルトを持ってくることでより落ち着いた大人の印象を作ることができます。参考までに同じ時計でもレザーベルトなのか金属ベルトなのかでここまで大きく見た目が変わるという画像を載せておきますね。いかがでしょうか。金属ベルトももちろんかっこいいんですが、レザーベルトの方が悪目立ちしにくくスーツスタイルに溶け込んでいます。革靴や革製のバッグなど同じ質感やカラーで合わせるとよりスタイルにマッチしたものになりますね。特に黒革のベルトは2芯または3芯の薄型ラウンドウォッチと組み合わせることでタキシードや塩ビ服、ブラックスーツなどを着用するフォーマルシーンでも使用することができます。どうですかこの風格。黒革のベルトはどんな時計とも相性よく合わせることができて、ドレス要素を加えてくれるという非常に便利なアイテムです。ちなみに黒以外のレザーベルト、どんなものがあるかというと、茶色、焦げ茶色、ブルー、グリーン、イエロー、レッドなど多種多様なバリエーションが販売されています。革の質感も多様、片押し模様や縫い方も様々です。ちなみに少し前に私もブルーの片押しレザーベルトに交換しまして、文字盤カラーに合わせてのチョイスだったんですが、なかなか満足しております。個人の感想ですが、金属ベルトだった時よりもスーツスタイルでの使用に適した感じがしています。代わりにプライベートでの使用頻度は減りましたけどね。レザーベルトの面白いところまだありまして、それが何の革なのかということですね。代表的なのはこの3つです。カーフ、リザード、クロコダイル、この3つですね。最も多く使われるのはカーフ、牛革です。ツヤ感のあるものからマットなものもあり、片押しなどで模様をつけたものもあります。わざと使い古した質感を出したヴィンテージ加工のものもあったり、幅広いバリエーションが楽しめます。カーフはパイロットウォッチにも多く使われるベルト素材です。
冒頭でお話しした腕時計の起源、かつてパイロットたちは懐中時計を革紐で手首に巻きつけていました。その名残もあるかと思いますが、革のグローブや革のヘルメットなど他の装備品と相性が良いということもあるんでしょうね。それに価格が安いということもパイロットウォッチにとっては大きなメリットなのかもしれません。他の装備品と同じように雑に使ってもしダメになってしまったとしても気負わず交換できる、コスパの良さで選ばれているというのもあるかと思います。そしてカーフ以外の2つ、リザードとクロコダイル、どちらも爬虫類特有の鱗模様が魅力です。クロコダイルの革ベルトは高級品なので牛革の倍以上の値段がしてしまいますが、独特の凹凸感と使い込んだ時のツヤ感は他の革では出せない美しさがあります。どの部分の革を使うかで一本一本表情が異なるということも楽しめる点ですね。リザードのベルトは細かい鱗模様が特徴、クロコダイルほどのインパクトはないので落ち着いた雰囲気を演出したいときには良い選択肢になるかと思います。薄く硬い質感と軽量なことも特徴です。こうして見るとレザーベルト非常に奥が深いですね。何の革のどんな色のベルトを組み合わせるのか、非常に多くの組み合わせから気に入る一本を探すというのは悩ましくもあり楽しくもあります。ちなみに今回ご紹介した3本以外ですと、オーストリッチというダチョウの革ですとか、あとは馬の革ですね、コード版というものも存在しますね。はい、では最後にレザーベルトの弱点といいますか、取り扱う際の注意点をお伝えしておきたいと思います。レザーベルトは他のベルト素材に比べて寿命が短めです。1年から3年に1度交換の時期が訪れます。特に水と汗には弱く、例えば夏場に長時間つけ続けると変色や臭いの原因になってしまいます。水や汗にさらされた際は乾いた柔らかい布で水気を拭き取り、直射日光の当たらない場所でよく乾かすようにしましょう。かといって極度の乾燥も NG です。自然素材なので非常にデリケートなんですよね。適度に革用のオイルを塗ることもおすすめです。乾燥によるひび割れを防ぐことができます。また使い始めの時期は革特有の硬さが気になるという方もいるのではないでしょうか。手首の形に馴染むまでシャキーンという感じで浮いてしまうんですよね。つけていない時、軽く曲げるようにマッサージしてあげるとより早く馴染むので、ぜひやってみてください。以上、本日は時計のベルト、レザー編お届けいたしました。次回はベルト、メタル編。レザーよりも様々な形が存在します。素材もいろいろです。お楽しみに。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。